読んでるじゃないか。目の前に読みかけの本があるっていうのに別の本を取り出した。皆さんこんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2022年10月17日月曜日の午後2時28分です。そういえば今日はジャスティンさんが島にお越しのようです。プライベートでのご訪問のようですが、魚の買い取りは大歓迎とのことですので、よろしければ声をかけてみてくださいね。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、まあ、ジャスティンが来とるらしいけん、あれやね、魚釣って。びっくりした、私なんか植えたっけって思った。そういえばこんな家具買っとったね。いや、なんかさ、ハッピーホームパラダイスやっけ、なんかそっちの記憶の方が濃いけんさ、びっくりした。アイナさん、お久しぶりですね。あなたがお元気にされているのは風の噂で聞いてましたよ。風の噂お隣さんなのに。なかなかお話できなくってちょっと寂しかったです。たぶんそれはすみません。やっほーモニカ。あー、アイナちゃんやっと話した。あたい地味に寂しかったんだから。なんかモニカおることも気にせずにめちゃくちゃ水かけおるけど、びっしょびしょじゃない足元。確実に。さあ、それじゃあちょっと私はまたお仕事に旅立とうかなと。とりあえず今のところ2人お客様をね、接客したんよね。世界につながる空の玄関口、アイナ飛行場へウェルカム。本日はどのようなご用件でしょうか。お仕事に行きます。これさ、なんか選択肢1個減った、気のせいかな、気のせいか。お仕事に行かれるのですね。ラジャーです。早速出発していただこうと思いますが、心の準備はよろしいでしょうか。はい、出発。はい、受けたまわりました。この辺のセリフもさ、なんか行き先によって変わってくれていいと思うよね。なんか全部一緒やん、やりとり。では良いフライトを。グッドラック。はい、到着。おお、やっほー。おかえり、アイナ。事務所で匠さんに挨拶してきなよ。おかえりって言われるんだね。おお、なんかもう早速いっぱいおるけど、まあ、とりあえずはあれか、出勤してきたらまず匠さんに挨拶して着替えるっていうところからかな。やっほー、アイナちゃん待ってたわよ。今日も一緒に頑張りましょうね。はーい。おお、家具も増えてる増えてる。いいね、これブラウン管テレビ。あ、ビデオで撮るやん。アイナちゃんどうしたの、お仕事する。はい、します。オッケー、それじゃあ制服に着替えてね。これ一応上でも着替えれるんかな。ところで、今回は別荘作りとは違う仕事をお願いしたいと思ってるの。お？何？外の人たちは？ほら、初めてあなたに担当してもらったエレフィン様、覚えてるでしょ？うんうんうん。そのエレフィン様の別荘へ伺って、写真を撮ってきてくれないかしら。お？タクミライフで出かけて初めての別荘だし、きちんと写真を残しておきたいのよ。あー、とりあえず前回ね、誰か忘れたけど、ペンギンの子。あの子のところも写真撮ったもんね。また紹介用にみたいな感じ。合わせて別荘の住み心地とか、お困りごとがないかを聞いてきてちょうだい。なるほど。調査系ね、今回。エレフィン様のところへは、ニコちゃんに連れて行ってもらってね。それじゃ、よろしく。さあ、旅立ちますか。お、調査用の？なんか持っとるよ。見えんかな。く、見えね。みじんも見えね。たくみさんはさ、なんか出ていくときにニコってしてくれるけど、もう一人のはちょっと名前覚えてないけど、もう一人の子はみじんも反応返してくれんねえけど。あ、行こう。やあ、ゆな、エレフィン様の別荘へ行くんだよね。たくみさんから聞いてるよ。早速出発する？うん、行こう行こう。オッケー、任せて。これからはきっとこんな風にお客様の別荘を訪問することが増えていくんだろうな。その時はいつでもオイラに行ってね。すぐ連れてってあげるから。作り直しとかもできるってことかな。行き先はツクッターで教えてくれるのが分かりやすくてお互い便利だね。試しにやってみてもらっていい？エルフィン様の別荘を選んで訪問するって言ってね。
多分これからどんどん家具とか増えていくんやろうけん、より一層いい感じにできたりもするのでは。作ったお仕事で作った別荘の情報をいつでも見ることができます。安らぎの読書タイム。あ、こうやって全部記録に残していけばいいってことか。何これ、なんか施設別荘、え、そのうち施設も作るようになるってこと。別荘安らぎの読書タイム訪問。1階建て春って書いとった。あ、どうもどうも、お久しぶりです。いらっしゃい。たくみさんから連絡を受けて待ってたのよ。めちゃくちゃ待ち構えられとった。まずは改めてお礼を言わせてちょうだい。実際にここで過ごしてみて、この別荘の良さを心から実感したわ。素敵な別荘をありがとうね、アイナさん。ルン。どういたしまして。いや、それは何よりです。ご満足いただけてよかったね、アイナ。もし今後お困りのことがございましたら、ぜひ当店へご相談ください。リフォームやお引っ越しなども受けたまっておりますので。あ、途中でそういう風に、途中でっていうか、後からそういう風に言ってくる人も今後出てくるってことかな。へえ、増築したいんです、みたいな。ええ、何かあった時はぜひお願いするわ。と言っても、これから先この別荘に不満を持つことなんてないと思うけどね。それは出来立てやけんやって今。アイナさん、もしリフォームや引っ越しのことで良いアイデアがあれば言ってちょうだい。あなたの提案なら喜んで受けるから。ところであなたたち、うちの写真を撮りに来たんでしょ。どうぞ家に入ってちょうだい。ルン。2軒目をやった後やとさ、なんか家の周りがめちゃくちゃ寂しい感じするよね。ただ家の中はめちゃくちゃ好きよ。今日は私も時間があるから急がなくて大丈夫よ。ゆっくり撮っていってね。ルン。アイナ、せっかくだからエルフィン様にも写真に入っていただくのはどう？いや、そのつもり。私なら構わないわよ。立ってほしい場所とか何か希望があれば言ってちょうだい。お、ノリノリやね、モデルさん的な。ありがとうございます。いい写真を頼むよ、アイナ。帰るときはお客様にご挨拶してね。オイラは外で待ってるから、また後で。勉強するんじゃなかったのか。見てけよ。ちゃんと。スクッターに写真を載せる。別荘で写真を撮ると最初の1枚が自動でスクッターに登録されます。最初の1枚？それは変えれるのか。他の写真を登録したいときはその別荘で新しく写真を撮って十字ボタンを押してください。登録できるのは直前に撮った1枚です。うんうんうん、なるほど、 OK。 ちょっと読書するための場所を作ったのにさ、電気で喜んでどうする。とりあえず写真まずちょい、エレフィン。ここに座って、本を読んでほしいんやけどな。ちょっと横からスッて本取ってくれん？さすがにそこまではしてくれんか。そういうところまできっちり徹底していただきたいんだけども。じゃあ、写真。え、写真はこれか。違う、たぬきマイレージだ、これは。カメラ。どの辺、この辺かな。んで、私を消す。あー、なんかな。あ、こうか。あー、やっぱこっち側に座ってもらっとった方がいいか。ちょいと待って。エレフィンやソファーに移動しておくれ。やっぱ写真に写すってなったら、よ。こっちに座っといてくれた方が、あ、本を読んでるじゃないか。目の前に読みかけの本があるっていうのに、別の本を取り出した。いや、読めよ。読めよ。今から写真撮るんだよ。待って、私が消える。んで、パッと見た感じ、よいしょ、あ、こんな感じでいいんじゃない。いいっすね、これでちゃんと、うん、本に囲まれてる感じもあるし、良きだよ、良きだよ。お、登録された。登録しました。ここからは話しかけることはできるのか。近い近い。
よし、散らかしちゃう前に来てくれてよかったわ。あ、もちろん綺麗に使わせてもらうつもりよ、ルン。散らかすこと前提。それで今はどんな感じ？撮影終わりました、大丈夫です。そう、よかったらまた来てちょうだい。いつでも歓迎するわ、ルン。あ、もう早速出発？早くね。自動で帰ってきたわ。おかえり。スクッターに登録された写真早速見たわよ。アイラちゃんの考えるあの別荘の見どころが伝わってきて、なんか感動しちゃった。ところでお客様のご様子はどうだった？お困りのこととかはなかったかしら？今のところめちゃくちゃ満足そうやったよ。うん、問題なしです。それは何よりだわ。これからも時々でいいから別荘で過ごされているお客様たちの様子を見に行って差し上げてね。了解。オイラいつも桟橋にいるからさ、ボートを出してほしいときは遠慮なく別荘を訪問したいって言ってよ。ありがとうニコちゃん、頼もしいわ。君も会話に参加してきなよ。そこの子全然名前覚えれないんだが。さてとアイナちゃん、お給料を渡しておかなくちゃね。写真撮ってきただけなのに。まあ一応労働か。時間拘束されとるもんね。今回はお仕事の内容を踏まえて2000ポキってことで。あ、めちゃくちゃ安。まあでもそっか、そこはさ出るよね。短かったし時間も。素敵な写真を撮ってきてくれてありがとう。それじゃあお疲れ。さて今日はもうおしまいにする？それとももう少し働いてく？いや、とりあえず終わっときます。分かったわ、ゆっくり休んでね。これ何？これも商品？ヨガマット的なやつかな。お、ヨガマットや。ヨガマット400ポキ。いや、ちょっととりあえず、また今度にしよっと。これ鍋敷きかな。あれか？足の下に敷くやつか？これ何？テーブル？クールなダイニングテーブル。ほう、なるほど。買おっかな。ちょ、色変えたいけど。白の方がいいな、見た目的に。さあ、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんか最初の一件とかチュートリアルだけで、あとはなんか自由進行なんかなって思ったけど、結構なんか流れが決まっとる感じなんよね。私的にはその方が助かるけど。